はい、皆さん、こんばんにちは。そしていらっしゃいませ。佐藤幸です。それでは、ウルトラレイジの続きをやっていくよ。だから、まあ、前回めちゃくちゃライオンに手こずってしまって、死にまくったわ。本来ね、チャージ、このね、クレイマーでやるべきだったのかも。チャージじゃなくて普通のクレイマーにしたけどね。すげえ。自爆スイッチ。ヘルビス、覚悟は決めた。いかなる選択をしようとも。しようと思ってるね。メディア帰りました。どこなんだ。エンジンやられとるよ。急あれはなんだ。オービットのリーダー展開よ。あれが何のようだ。お前の任務はここで終わる。デウカリオン、エイジ調査官に約束した永遠の命の遺伝子アンプルを。いいだろう。働きに見合った報酬を与えよう。それじゃあ外郭の中のヘルビスはどうなるんだ。それは重要なことなのか。永遠の命が必要なんだろう。全ては人類の未来のためだ。さあそいつをよこせ。お前が隠していた真実に気づいた。その理不尽さと残酷さの全てだ。メディアのような裏切り者の言葉を信じるなら愚かというしかない。彼女の部隊のメンバーは私の目的を理解していない。口うるさい連中ばかりだ。今は平和となった。オービットの裏切り者として全員迫害された。真実を知っているならフロンティアが研究を口実に殺戮を繰り返してきたイカれた集団だということにも気づいているはずだ。万死に値する者ともに神の裁きを敷いて何が悪い。それならなぜピラを殺した。彼女は大義のために犠牲になったのだ。殺戮を正当化するな。お前は欲に目がくらんでいるだけだ。お前の世界を作るためにはどれほどの犠牲が必要なんだ。お、それが不老不死か。俺が最後のチャンスだ。さあ選べ。永遠の命か、それとも死か。フッ、宇宙船ぶっ壊してんだよ。エイジ
私をデウカリアンに引き渡せ。機械なんかのために命を捨てるんじゃない。分かったよ。デウカリオン、クリスタルをお前にやる。あれ、いい選択だ。どんな時でもクローンは合理的だ。何しろそういう風に設計されているからな。なわけねえだろうが。その通りだな、デウカリオン。妥当な判断だ。もう一体いんの？どんだけいんだよ。お前は失敗した。私は個体ではなく、集合体だ。そんな未熟な技術で私を倒せるとでも思ったのか？一体どうしたか？シャドウボール。あぶね。うらぁ、死に腐れ。うわぁ、ソニックレイブ。攻撃パーティーがわかりません。あるある。当たったような気がする。ふふ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 ふ。言わない。おりゃでー、ドリアー。あー、やられた。リベンジ。あれ、ほれほれ。
やめ。新しいことやってくるじゃねえよ。ソード。武器パクる。宇宙船壊しやがってあいつ。どうやって帰るってんだお前。絶対に。システム同期中。システム起動。エルビス？フロンティアワープゲートにアクセスしました。エルビス、何をしてるんだ？今あるすべての情報を考慮すると、これが最良の方法だ。エルビス？どういう意味だ？待てよ。時間移動システム起動。時を戻そう。ああ。
この宇宙船に乗ってきたのか。そういうこと？時間繰り返してんじゃん。2周目って感じ。誰だお前は。あ、コールドスリープしてる。ああ、一応グローブしたやつ売ったんだね。つうわけでございますぜ。グローブしたやつ売ってるから生きているということが。はい、だからウルトラエイジ終了。短かったあのライオンがラスボスでもよかったかな。つうわけでおしまいでーす。結構難しい。難しかったこのゲーム。はい、それではね、また別の作品でお会いしましょう。それではまたのご来店お待ちしております。バイバイ。